こんにちは、時計購入協議会会長です。さて、いざ高級時計を買うとなったら高い買い物だし、できれば長く使いたいので絶対後悔したくないじゃないですか。そこで今回は会長が考える後悔しないための時計の選び方を5つほど紹介したいと思います。それでは早速、後悔しない時計の選び方その1、定番を狙うべし。時計を買った後にデザインに飽きちゃって後悔することが多いんじゃないかと思います。時間が経つと自分の好みも変わってきますし。じゃあどうやってそれを防ごうかっていう話なんですけど、それが定番を狙うべしなんですよ。定番のものって登場してからデザインが大きく変わっていないものが多いんです。例えばみんなが大好きなロレックスでいうとエクスプローラー1、これは1953年に登場しているんですけど、基本的なデザインはほとんど変わっていないんです。70年近く前のものが変わらずに人気なのって、やっぱりデザインが洗練されているからだと思うんですよ。もちろん腕時計って洋服なんかと比べてトレンドがほとんど回らないってこともあるんですが、定番の時計のデザインって腕時計というレギュレーションの中で完成されているから普遍的な魅力があると思うんです。だから飽きずに使い続けられると思います。それにデザインが変わらないからこそ、その時計の歴史とかストーリーをより感じることができるっていうのも魅力の一つなんじゃないかと思います。だからまずは定番の時計から検討してみるのがいいんじゃないかと思います。では後悔しない時計の選び方その2、維持費を考慮すべし。機械式時計の場合、オーバーホールがだいたい5年に1回必要になってきます。その費用が結構バカにならないんです。時計を買う時ってある程度の値段でも勢いで買えちゃうんですけど、このオーバーホール代っていうのが後々ボディーブローのように効いてくるんですよ。例えばレベルソでおなじみのジャガールクルトなんかだと、シンプルなものでだいたい8万円くらいするんです。8万円はでかいんだわ。ちなみに5年で8万円だとすると、単純計算で年間1万6000円の出費になるんですが、この考え方はやめた方がいいです。実際にお金を払うときに、5年間のことは忘れてますからね。目の前の金額を見て冷静に引いてしまいますから。オーバーホールの値段はブランドと機能によって変わってきますが、高価な時計、複雑な時計になるほど基本的には高くなっていきます。金の切れ目が縁の切れ目と言いますが、ここは買う前に必ず押さえておきたいところです。自分でちゃんと維持できるものを選ばないと必ず後悔してしまいますし、最悪手放さなければいけなくなりますから。では後悔しない時計の選び方その3、毎日使える時計を選ぶべし。これは2つの意味がありまして、まずは身の丈に合った時計であるということ。ない袖は触れないわけですが、そうは言ってもせっかくだからいいものを買おうと意気込んでしまいますよね。一旦冷静になって身の丈に合った時計にしておきましょう。ここで会長が言う身の丈に合った時計っていうのは、お金の問題ではなくて気持ちの問題です。どういうことかというと、時計はどんなに丁寧に使っていても必ず傷はついてしまいます。その傷が気になってもったいなくてつけられないとなってしまっては、宝の持ち腐れ。多少の傷も気にせず使える時計が本当の身の丈に合った時計なのではないかと思います。そしてもう一つが、普段時計をつけるシーンをカバーできるものかということです。スーツを着る機会が多いのにド派手なゴリゴリのスポーツウォッチを買ってしまうとか、逆にスポーティーな服装が多いのにゴリゴリのドレスウォッチを買ってしまうとか、使うシーンにはまっていないと違和感を感じて使わなくなってしまいますから、後悔する原因になりかねません。複数時計を持つという方法もありますが、
1本だけということであれば、今流行りのラグジュアリースポーツウォッチのような幅広く使える時計がベストかなと思います。やはり時計は使ってなんぼですから、毎日腕に乗せて使って楽しめるものを選ぶべきだと思います。では後悔しない時計の選び方その4、ネガティブ意見を調べ尽くすべし。恋は盲目っていう言葉がありますが、時計選びも全く同じで、時計を選んでいる段階っていうのはだいたい加点方式で評価しています。その時計のいいところを見つけて欲しいって思いを募らせているんです。だけど買った後の評価って減点方式に変わってしまいます。毎日使っていると使いづらいところなんかが気になってくるんですよね。例えばこれはもう廃盤になっているんですけど、先代のロイヤルオーク。ロイヤルオークめちゃくちゃかっこいいんですけど、日付の進め方が特殊で、針を22時と24時の間で往復させて進めます。だから日付を合わせるのがとても大変で、買った後かなり気になると思います。こういう欠点を知った上で、その欠点を受け入れられるかどうかをあらかじめよく検討してから選べば、後悔が少なくなると思います。だから欲しいと思った時計のネガティブ意見を調べ尽くしてから選ぶことをお勧めします。では最後に後悔しない時計の選び方その5、妥協を捨てるべし。今までいろいろ語ってしまいましたが、結局これが一番大事だと思います。なんだかんだ叫んだって買いたい時計買うべきです。矛盾するようなことを言いますが、特に金額的な部分で妥協すると間違いなく失敗します。妥協して時計を買ったとしても、結局未練が残ってしまって、買った時計を心から愛せなくなってしまうからです。それで買い直したり買い足したりすれば、余計お金がかかってしまいます。心の底から満足した買い物をするんだったら、やはり妥協すべきではないんですよ。喉元すぎれば暑さを忘れるという言葉の通りで、お金は払った時しか懐は痛みません。その後は念願の時計を手に入れた満足感が続きますから。ということで今回は後悔しない時計の選び方を5つ紹介しました。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。